上層大橋上層大橋は、茨城県道、千葉県道103号江戸崎下宇佐線の利根川に、架かる橋である。茨城県稲敷郡河内町近五津と千葉県、成田市高岡とを結ぶ橋町518.2メートル、福音11.0メートルの鋼桁けた橋で、当時26億8000万円の公費をかけて、完成し、1979年2月13日に、 開通した。橋の名は、かつての日立国と下宇佐国を結ぶことから命名された。思考は、日本交換。開通以来、上層大橋の管理は、茨城県知事が行っている。上層大橋が開通する以前は、私船での往来が主な手段であり、その後、1967年12月20日に、茨城県稲敷郡河内村近郷津土地と千葉県。 カトリ軍下宇佐町猿山とを結ぶ上層船橋が架けられた。上層船橋は、鉄でできた船20隻の上に木の板を渡した、全長263メートルのその名の通り、船橋であり、歩行者を除く自転車、自動車、バスは有料橋であった。しかし、利根川の増水期の6月からの4ヶ月は、板が外され、渡し船に頼る従来の状態となっていた。 そのため、地域住民からは、永久鏡を望む声が高まり、1972年からの7年の後期をかけ、1979年、上層大橋が開通した。上層大橋1967土木、学会附属土木図書館、吉田義市、茨城県大百科事典茨城新聞社、水戸市、1981年、537ページ。 現在、茨城県側の金郷津村は、下佐国の域内であり、1899年までは、千葉県、香取郡に属していた。よって正確に言えば、橋の両岸は、旧下佐国となる。上層大橋の管理協定、茨城県法、第6705号、ピアニッシモ、67、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法号外、P27。 ありがとうございます。